日本モーターボート選手会山口支部の片岡恵里理事が下関市役所を訪ね、前田慎太郎市長に50万円の目録を手渡しました。ボートレースを応援してくれる市民の感染対策に役立ててもらおうと送りました。社会に大きく貢献できているんだなということを今回改めて実感できたと思って、で、これから今以上に、精一杯、仕事していきたいと思っております。下関市では感染対策に向けた備品の購入などに充てるとしています。日本モーターボート選手会からはボートレース徳山の事業者の周南市にも50万円が贈られました。